モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方にはリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープカチュコプレゼント。福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品です。はい、はい、今日は金曜日なんで大賞発表、その前に今日届いた、いや今週のノミネート作品の前に、はい、いやいやもう明日のね、そうなんですよ、リベンジ配信のことで頭がいっぱいで順番がごちゃになっておりますけれども、はい、明日いよいよ夜8時からおもろい家族のリベンジ配信、はい、はい、スマホでパソコンでタブレットで、そしてネットにつないだ大きなテレビで楽しんでいただきたい。あのテレビは、うちのテレビはスペックがあんまり高くないので、ネットはね固まったりするんですよ。なので近くにスマホとかパソコンとかいう準備しておいた方がいいかもしれませんですね。さあそれではね、今週のノミネート作品、今週もね面白いのがたくさんありました。まずはねこちら女性の方、和子さんですね。西鉄天神大牟田線で通勤していた頃の話。スポーツクラブ帰り、バッグを電車にうっかり置き忘れてしまって、帰ってから気づいて問い合わせてみると天神福岡駅に届けられているとのこと。その時の駅員さんと私の電話のやり取り、参考までにバッグには何が入ってましたか。水着と着替えの下着とスイムキャップとゴーグルです。はい、着用済みの水着が1着と、着用済みの、下着が1セットと着用済みのスイムキャップが1枚と使用済みの、ゴーグルが1つで間違いありませんね。あなたのバッグだと確認取れました。いつ引き取りに来られますか。こんなに着用済みだとか使用済みだとかチェックされるなんて知りませんでした。もうとっても恥ずかしい。駅に引き取りに行った時にも、はい、こちらが着用済みの。もう言わんでーって。やっぱそういうことになりますよね。ですよ、ですよ。ただやっぱマニュアルっていうことと同時にね、やっぱ間違えて同じようなやっぱ忘れ物があったりしてっていう、やっぱそういうことがあったからそういうのの防止っていうことじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあきちんとしてるっていうことじゃないですか。そうですね。さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方、あゆみさんですね。去年3月神奈川から福岡に引っ越してきました。育児休暇で毎日楽しく聞いてます。最近盛り上がっている流れに便乗させてください。高校2年生になった新学期、クラス分けにそわそわしながら登校すると同級生からなんかやらかしたという言葉、なんと新入生の名簿に私の名前があったんです、うん、え、落第した。そう、同姓同名。おお流れに乗って、ね、中島浩二さんが埼玉にいたっていう、ね、そうね、しかも1965年の12月2日生まれだ。そうなんですよ、ね、ここまではよくある話だと思うんですが、なんと3年生に進級した時にまたしても新入生に同じ名前。そう、3学年に同姓同名が揃ったんです。今は結婚して名字が変わってしまいましたが、当時の名字は宮崎、下の名前が歩み、宮崎あゆみ。そういえば歯医者さんでカルテを間違えられるなどよくある名前なんでしょうね。そんな名付けの由来を母に聞いてみたところ、なんか可愛かったからと雑な答えが返ってきました。そんな私は珍しい名字に憧れて、結婚して日本に110人しかいない名字で生活しています。すごい、ね、生まれた時から共に過ごした名字には愛着があるんで、次回のパスポートを更新するときは旧姓表記にするつもりです。そうなんです ね。さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方、近い記憶が著しく衰えを感じ始めた今日この頃やってしまいました。ホットヨガ教室に通い始めて半年、ベーシックヨガを1時間やって全員でナマステと挨拶、たっぷり挨拶を書いたんでシャワールームに、シャワーが終わって着替えながら荷物を確認、あ、ロッカーの鍵がない。あら、あー、ロッカーに着替えを取りに行った時に鍵穴に刺したまんまだ。急いで着替えてロッカー室に、53番53番53、刺さってない。ああ、防犯のためにインストラクターの先生が抜いて受付に持って行ってくれたんだな。そうなんです、これが初めてじゃない私。うーん、
前差しっぱなしにしてて気をつけてくださいねと受付で渡されたことがあったんです。すみません、53番の鍵差しっぱなしでと受付に行って一部指示を説明しました。こちらでは預かってないですけど。あれ、マジ青ざめる私、一緒に探しましょうとインストラクターの先生、すみませんすみませんと謝りながらあちこちうろうろあちこちうろうろあちこちうろうろ、結果1時間探せどない。あー、妖精さんが持っていたのかもですねと先生、私もそうですかねと同調し、鍵を新しくする代金3500円を支払って帰宅。あーと頬な気持ちで、でも切り替えが大事、お風呂にいい匂いする入浴剤を入れて入ろうと服を脱ごうとした瞬間、右腕からビヨーンとゴムが伸びた。53番のロッカーキー、ビヨンビヨンのゴムに鍵がついてるとはいえ、この違和感に私気づかなかったと。いろんな老化現象に気合を入れ直した一日でした。すごいよね、つけっぱなしでずっと探してるっていうね、1時間もうほんとこれはじゃあね、最後これですね。孝太郎さん、今から12年前会社で携帯が支給されることになりました。支給されるといっても自分で携帯ショップに行って会社名義で契約するっていうもので、3種類の中から好きな番号を選んでくださいっていうことで選びました。なんとなく覚えやすいなという印象で、今の電話番号を選んだのがこの物語の始まりです。まだ主要な人にしか教えてなかったのに、いきなり一本の電話がかかってきて、登録にないもの、おかしいなと思いながらも電話に出たら、三宅さんの携帯ですか、いえ違います。それから数日後、知らないまた別の番号から、三宅さんの携帯ですか、いえ違います。数日後、また別の知らない番号から、〇〇物産の〇〇です、カッカクシカシカカッカクシカシカ、間違い電話だと思いますよ、三宅さんですよね、違います。こんなやり取りが数日に1回はありました。ある時は夜中、三宅さん久しぶり、今ね恵比寿で陽子ちゃんと由美ちゃんと飲んでんだけど来ない、間違いです。こういうやり取りも何回かありました。電話から推察するに、三宅さんは東京の大企業で働くある程度のポジションの人で独身、女性にモテるんでしょう、そんなことが想像できました。それと同時に、三宅さんちゃんと番号が変わったことを届け出してくれよと思う日々。それからだん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 間違い電話も少なくなって、数年経った頃にはほぼなくなって、で、ある時市外局番の03から始まる番号から電話がかかってきたんです。勧誘の電話だと面倒くさいから出なかったんですが、また数分後同じ番号から着信、そのまんまでスマホに変わっていたんで、番号を検索したら、実在する東京の病院から、病院、数分後また同じ番号から着信があったんで、もしもしと出たら、慌てた様子で、お母様が危険な状態です、急いで病院に来てください、いろんなことが頭の中を駆け巡って、母に何かあったのか、事故なのか、急病なのか、いや近くに住んでるし、つい昨日会った時には元気だったのに、なぜ急に、いやそもそもなぜ東京なのか、旅行行くとか言って、三宅さんだ。間違ってないですか、何を言ってるんですか、事実です、とにかく急いで病院に来てください、いやそうじゃなくて、そんなこと言われても一刻を争うんです、とにかく急いでください、だから私三宅じゃないんです、どんな事情があるか分かりません、今は三宅じゃないかもしれませんが、たった一人のお母様なんですから、いやだからこの電話は三宅さんの携帯じゃないんですよ、間違い電話なんです、三宅さんの携帯電話ですよね、違います、間違い電話です、そんなはずは、はあ、すみません失礼しました、そうやってこの通話を終わりました。すぐさま近くに住む母に電話かけたら、いつも通り元気、しかしモヤモヤだけが私の中に残ってしまって、電話を切った後ずっと気になってました。我慢できず翌日電話があった病院にかけてみたら、お母さんが回復し、三宅さんとも無事連絡が取れたそうで、ああそうですか、
ほっとしたのは言うまでもありません、うん、なぜ間違い電話をしたかっていうと、古い番号と新しい番号を2つ書いていたため間違ってしまったそうです。まだ見ぬ三宅さん、あなたは私の気持ちも知らずにいるでしょう、うん、番号が変わったんだったら届け出をしてください。まあこの番号を選んだのは私ですから、これも運命なんでしょうけど、そんな思いにふけてしまいました。あれから数年、忘れた頃にたまに三宅さんの携帯ですかと知らない番号から今も電話がかかってきます。三宅さん、なんとかしてもう会ってみたくなっちゃいますね。ねえ、さあどれが良かったでしょう。うわ、それが良かったな。ねえ、ひょんなことからのご縁かな。ねえ、三宅さん大賞決定おめでとうございます。表彰状、三宅殿、あなたの家族はこの度その面白さが認められ、 FM 福岡モーニングジャムオモルクス大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮してください。2022年10月14日 FM 福岡おもろいくず委員会会長中島浩二、副会長今村敦子。副賞は福岡のおいしいをお取り寄せ、タベントの一品をプレゼントです。リストランテファンファーレ魚介の食べるスープカッチュッコをプレゼントです。おめでとうございます。来週は和料理レンゲジサイト2種の炊き込みご飯牛飯鯛飯をプレゼントしますよ。来週もお楽しみに。